同胞、三笘薫さん、最新試合でもきっちりモムを取ってしまう、わらわら。三笘またマンオブザマッチ取ってるな。三笘プレミア公式マンオブザマッチか。大また取ったのか、わら。めちゃくちゃ面白い試合だったわ。試合のマンオブザマッチなら相手のキーパーやな。ブライトンから選ぶなら三笘か師匠かな。キーパーは別に大したことやってなくない？全然崩してないからしょぼい正面シュートばっかなんだし。相手のゴールキーパーは飛び出しの判断がとても良かったよ。でもほとんどふんわり正面シュートか枠の外かって感じで、ファインセーブ言うほどではない。ただミスを全くしなかったのはすごい。こっちのキーパーなんてバックパスをキャッチしてたからな。あれは衝撃的だったね、わら。本当に三笘とマーチが好きだ。マーチは強引にこじ開けるのうまいよね。三笘のサイドチェンジ素晴らしかったな。うまかった。素晴らしかったね。アクセントつける努力してたのがよくわかるプレイも多かった。三笘は最後まで冷静でよかったな。サイドチェンジのパスも冴えててロストもなし。ミスしても自分で取り返して守備もよかった。いやほんと負けなくてよかった。日本人ゴール記録作と更新してくれてめでたいな。三笘はチーム内最高評価でしょ。やることはやった。三笘はやっぱり上手すぎた。あのゴールちゃんと決められてよかった。日本人最多得点おめでとう。